ありがとうございました。山田のジャンガラ念仏踊りを見ていただきました。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。一言お話伺いたいと思います、はい、前にお進みください。今日踊られてまず感想を伺ってもよろしいですか。いや皆さんもこういう席で久しぶりにやったもんで恥ずかしいですこうやって見てもらっただけでも嬉しいです。本当に双葉町の皆さんは震災以降さまざまな状況で今帰れない状態ではありますけれども、まあ、このように活動されるのはやはり難しかったのではないですか。そうですね、難しかったね。結構難しくてもう本当にメンバー10人、全てが日本全国に散らばってまして、で実際集めるのは6人が精一杯でした。一番遠い方ですとふるさと双葉からどのぐらい離れたところに今、私が今千葉にいる状態で、他に、まあ、石川とかです、あと埼玉、はい、とか、結構散らばってましてなかなか集まることができないです。あ、じゃあもう練習もかなり、ね、はい、一つにまとまってというのは難しかったわけですね。その中で今回披露されてみて改めてどんなことを感じられました。そうですね、まあ、皆さんの顔を見れて楽しかったのと、あと、まあ、言わせていただければ、ここにいる会長さん、はい、の気持ちだけで、はい、みんなが集まってるみたいですね。会長さんも改めてどうでしょうか、まあ、みんなで揃って今日このように、とても嬉しいです。こうやって見てもらっているだけでも、心が落ち着きますので、これからも長くよろしくお願いしたいなと思います。はい、あの街の方もこの会場には、ね、あの避難されている方もいらっしゃってるかもしれません。懐かしい気持ちでご覧になっている方も多いかと思いますけれども、改めて、まあ、そういった方々に何かおっしゃるとしたらどんなことでしょうね。体が元気しようとね、いろいろことですね。体を病気しないように、あと医薬の皆さんも協力してもらっているおかげでいられると思います。ここに本当にありがとうございます。はい、皆さんからね一言一言に拍手が送られていますけれども、まあ、今回は県内外に分散して非常に難しい状況の中で集まってのこのような披露ということでした。本当にお疲れ様でした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたします。双葉町から山田のジャンガラ念仏踊りでした。